あんまりあのテレビ時代にあんまりドッキリを、はい、あんまりされたことがなくて。あ、そうなんですか。気づいてしまうんで。昔に初めてドッキリされたのがあのタモリさんと、はい、ナイナイのなんとかの法則って、まずあの、はい、で関根さんも出てて、それでドッキリをされたのが、ね、で当時、はい、あの薄毛に悩んでた、あのやってましたね、あの薄毛に悩んでた時期にシャンプーのコマーシャルがありました、はい、海外資本です、はい、っていうのは聞きながらそのスタジオに入ったら井筒監督がいたんですよ。井筒監督はその岸和田少年軍連隊で一緒になってたのもあって、え、でも なんで井筒のおっさんがおんの、はい、その時点で、はい、んって思って、なんか太った外人さんがあこなんか英語でこう通訳、はい、はあはい、って言いながら、まあそんなこともあるかと、井筒のおっさんに話聞いたら、まあ、いや俺 CM 監督結構やってんねんって、あそうなんやって思って、やってる中でダンスをしながらシャンプーするんですけど、はい、横によるあの黒人ダンサーさんとかが俺の頭をガシガシしながら、はい、むっちゃ毛引っ張るえってで、カットって、何しんのこの人ちょっと通訳さんちゃんと言うてとか言うて、確かに、でももうその人もあこれドッキリなんやと、衣装がめっちゃちっちゃいとかいろいろ仕掛けがあったから、はい、あこれドッキリやな、なるほど、でも何の番組なんやろう、はい、って思った時にこの段ボールがこう台車で運ばれてる時に、はい、あの大きさ中に入れるやつ岡村しかおらんやんと、だからめちゃイケなのか、すごいな、ナイナイの他の番組なんかをが分かったけど、はい、そのシーンがめっちゃ多いからガチでほんまに抜かれてるからもうドッキリって分かってんのにもう乗らなあかんから、いや綺麗にブチブチ言うてるけどちょっと嫌ですね言うて、あのドッキリが終わった後にほんまにあのナイナイにちょっと怒るっていう長いっつって、お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。